は、キックボクサーのパンチャーリナです。今日は成人式の前撮りっていうのを7年前ぐらい、ちょっと何歳やねちょっとね、反抗期がひどすぎて、はい、お母さんとの約束守れなかったので、7年越しにちょっと挑戦してみようということで、今日は着付けの方お家に来てもらって、家で着替えて撮影したいなって思ってます。あとな、撮る場所があれやねんな、七五三スタジオやねんな。じゃあ子供のスタジオで今日は撮ってもらおう。スタジオ無理よ、スタジオ無理、ちょっと空いてなくて、年末年始ちょっとそこで成人式の姿を撮ってもらおうと思います。はい、今日は成人式になりたいと思います。ちゃうわ。で、色がやばいんですよ。はい、やばいよ、なんか、真っピンクでちょっと恥ずかしいんですよ。せっかくお母さんが買ってくれて40万ぐらいしたよな。色やばない。これ開けて大丈夫ですか？あ、はい。19歳の時選んだ着物。そんなん着れへんわ。もうやばいですね。多分1時間ぐらいしか着てないんちゃう、成人式の時。1時間も着てない。1時間も着てないよ。着付けして30分ぐらいだけ式参加して、で、すぐ帰ってきて脱いだよ。すぐ脱いだよな。もったいない、もったいない。なんかみんなあれ行くやん、なんか忘年会同窓会、同窓会行くけど、行く場所がなかったから行きにくいやろ、さすがに。そうそう、行かれへんってな。中島君まだ苦しくないですね。そうですね。こういう結び目とかが肋骨に当たったりとかして、それがだんだんね、ボディーブローに効いてくる。ボディーブロー格闘技してるんですか？どう、可愛い？まだわからん。まだわからん。うわ、恥ずかしい。恥ずかしい。やばくないですか？こんな人いますか？いますけど、イメージしますよ、こっち。え、今こんなやばないですよ。7年前なので。ないですか？いや、もっと濃いピンクがいいって言ってたな。薄いピンクをね、ちょっと知れます。はい、あ、これはって出してきた。これでいいです。一目惚れしたんか、この着物。今全然嫌やけどな、この色。でもよかったやん、レンタルじゃなくて買った意味あったんちゃん。ちょっと今来たらないわな。もう着て、きょうちゃんのきょうちゃんに絶対こんなん、いちごさんにするあげるよ、きょうちゃん。もうこれ2回でいいやろ。着ることないやいや、きよちゃんこんなピンク嫌や。そういいよ、ちっちゃい子にはいいと思うね。そうそう、人生で最後の着物。結婚したら袖長いの着られへん。なんで？決まり。そうなんですか？未婚の女性の、未婚だけ。あ、これ？そやから、うーは席入れる前の顔合わせの時に最後に来て。よかった、独身で。大丈夫、結婚したくてもできへん。できる、できる、できる。数年後なんかあれやん、うち覚えてる、成人式出たけど、しんどくて帯を取って帯持ちながら家帰ってきたの、苦しくて。最低やん。めっちゃ帯取ったら楽になりますもんね、なんか。そうですね、なんか重くて帯が。帯取ったの覚えてるわ。忍耐が足りん。そうそう、家帰ってきたらもう帯なかったもん。すごい。それ
の帯ですか？これ違います？あ、それです、それです。その帯やったんや。なんかでもこれ使ってなさそうな。綺麗やな、それ。多分使って、折り目もついてない。折り目普通つきますよね。違うの使い方にします？ウーマの使ったとか？帯だけ。可愛かったかどうか。違う。あれ折り目一切ついてないから新品なんですかね。器用に着付けしはるな、すごいな、ね、ほんまにな、すごいよね。ここめっちゃこだわってくださってなんかどれも納得いかなくて、成人式の時のと全然また違う。今したらやっぱ大人っぽく見えるんじゃん。まあね、あの時の髪型がひどかったから。そうそうそう、綺麗じゃない？あー綺麗、うん綺麗が。え、この毛も綺麗やろ。まあ、リナちゃんには似てあって、お母さんとかは、様子すめんけど、そんなショッキングピンクは。七五三みたい。七五三みたい。色合いが。七五三、そんな赤とかピンクとか着るやん。七五三、え、うち3歳の時もこの色やったよ。あ、そんな感じ、そうそうそう。ね、3歳から変わってへんね、思考が。変わってへんの。ピンクばっかりやね、うん。ピンク好きやから。コスチュームも全部ピンクや。なんでピンクこんな好きなの、うん、ピンクばっかりお母さん着せてたからちゃん。そうですよ、お母さんでいいよ。りなちゃん、あのお姉ちゃんが青色でって言う。回りますね、かちゃん回るよ、行くよ、うん、あー帯が全然違う。帯がすごい自分で見るね、かわいいよ。帯かわいい、帯かわいい、すごい、後ろも可愛いっていいね。その帯を本当若い時しかできない帯やわ。ちょっと後ろ横向いて、うん、帯が素敵。どうなってんだろう。帯は本当に、帯そんなに、うん、可愛らしい。ずっと後ろ向いてたのかな。こうやって撮ろうかな。後ろからも撮ってもらったらいいか。すごい、全身なんか二十歳に見えなくはなくない。無理か。無理よ、絶対無理よ。厚かましい、厚かましい、どう厚かましいよ。あかんか、あかんか、ちょっとあかんの、すいません、偽新成人です。そうですよ。これギター撮ってんね。うん、いいよ。どこがいい場所、ここ、うん、すごくない偽物成人式、うん、かわいい、うん、ほんまに、うん、二十歳のあの写真よりは成人っぽく見える。無理、うん、分からへん。え、こっちの方がいいんじゃん。え、こっちの方がいいんじゃん。うん、どっち行く。あれな、歩かれへん、これよし、やばい。7年遅れの成人式。実家にアルバムを置こうと思ってアルバムを頼みました。なんかちゃんとした振袖の写真がなかったので、これで、いやめっちゃ遅いけどめっちゃ遅いけど、あと一緒にベルトと一緒に撮れたので、いや今でよかったかなって思います。はい、じゃあもうしんどいのでね、これ
窮屈なので二度と多分二度とも着物着ることないと思います。色もやばいしこれじゃあありがとうございました。バイバーイ。まあ、あかんよ。やめとけ。めちゃくちゃやん。